リエチャンネルのリエです。今日も動画を見てくださりありがとうございます。去年の末、買ったままになっているセダムとクラスラーです。購入したお店や生産者先によって土がバラバラで、これから管理しやすくするために使い慣れた土に植え替えていこうと思います。最後までお付き合いよろしくお願いします。今日植え替えていくのはセダムが5鉢、クラスラーが3鉢、合計8鉢の予定です。ブラーチをアマゾンで購入しました。多肉の中でもお水が大好きなセダムとクラスラーのために少し深めの鉢を選んでいます。10個セットで約2000円くらい、1つ200円前後です。鉢皿は他の用途で使おうと思っています。サイズは直径が12センチ、4号鉢です。高さも約12センチあります。底穴は小さいけど複数個開いていて、水はけもいいような構造になっています。今回使っていく土は水持ちがいいように培養土を中心に配合してみました。割合的には培養土7、赤玉硬質2、鹿沼土1くらいでしょうか。鉢底石を薄く引いた上に半分くらいの量の土を入れておきます。 BA チャンネル。寄せ植えにセダムは欠かせない多肉ですが、我が家でよく使うセダムといえばこちらのパープルヘイズや白花タイトゴメ。そしてパリダム。地植えのパリダムは今こんなボーボーですけど、ちょうど小花が咲いているのはミルキーウェイです。咲かせすぎるとこの後枯れてしまうので要注意です。次の季節まで残したい株はそろそろカットした方が良さそうですね。花壇のレンガ脇で雑草化しているのは万年草とマルバ万年草。いつも変わり映えしない寄せ植えに新しい風を入れたくて、去年から新たなセダムを購入して挑戦しています。うまく育たなくて消えたものもあります。こちらの森村万年草やミルクイージ、チョコレートボールも枯れてしまいました。そんな中、弱りながらも生き残ったマジョールは現在こんな感じ。そして新しくお迎えしたセダムやクラスラーがこちらです。先日この一部はポットトレイにカット挿ししました。土が乾いたら水やりして、雨が続く日は屋根下へ移動などこまめなお世話をしています。これから梅雨夏時期の寄せ植えに活躍してくれると思います。そこで今日はその親株、買ってきたままになっている鉢の植え替えをしていきます。まずは鮮やかな色の葉のオーレウス。オーレウスは去年買った株も無事ですが、過去に消滅させた経験があるので保険株としてお迎えしました。4月にさっきのポット苗を作るためにカットしています。それから約3週間が経って随分とモリモリしてきています。一昨日の雨に濡れてまだ土が湿ったままです。今日の植え替えは苗がバラバラにならないように植え替えたくて、わざと雨の中雨ざらしにしていました。下の方の土3分の1ほど崩して、鉢周りの土を新しい土となじみやすいようにほぐしておきます。土は半分くらい、高さはちょうどいいかな。あ、肥料のマグアンプを入れておくのを忘れてしまいました。
最近うちではセダムやグラスラーの鉢にはマグアンプを入れるようにしています。これで大丈夫ですね。周りの隙間に土を追加していきます。オーレウスは真夏の日差しに弱い気がします。うちの庭は日当たりが良すぎるので、もう少ししたら屋根付きガレージの下かベランダへ移動する予定です。トルネード状の葉に一目惚れして買いました。うまく増やして寄せ植えに入れられるようにしたいです。ちょっと深すぎかな。心持ち土を追加してみます。これくらいですかね。動画の都合上、途中をカットして短くしています。映っている何倍も土を何度も入れています。土を入れてはヘラでつついて、また追加しての繰り返しです。何もない空間を作らないようにして、根がちゃんと張りやすいようにしています。寒さと乾燥には強いですが、高温多湿には弱いらしいので、この子も真夏は庭で過ごすのは無理っぽそうです。3月の末に購入した時です。先の黄色い部分は少なくなっていますが、全体的には大きくなってますよね。群れに弱くて直射日光は避けた方がいいそうです。冬は成長が鈍って根元の葉が枯れやすいとか、なんか難しそうですね。そう言われると上手に育てる自信がなくなってきます。この子も真夏と冬は避難組に仲間入りした方が良さそうです。まずは蒸し暑い梅雨時期と夏越しを目標に頑張ってみます。この苗も購入した時に比べると 1.5 倍くらいには増えていそうです。とっても小さな葉のセダムですね。こちらは夏冬ともに強いようです。特に冬はマイナス10度まで耐えると書かれているサイトもあって、期待してしまいます。ですが油断大敵。我が家で初めての夏越しなので、今年は注意して見守っていきます。こちらは前に一度育てたことがあります。その時は自然消滅させてしまいました。2度目の挑戦です。改めて調べてみると、夏の暑さに弱いようです。以前自然消滅させたのは夏だったのかもしれませんね。もう少しして蒸し暑くなって日差しが強くなってきたら、屋根ありベランダの直射が当たらない場所へ移動します。
ジンガールブラも2度目の購入です。今年2月寄せ植えに使っています。この時の親株がこちらです。枯れてなくなることはないけれど増えもしないって感じかな。そこで保険株として2株目をお迎えしました。下の土を崩して鉢回りも少し削ろうとしたら硬くて歯が立ちません。このままで新しい土に植えても馴染むどころか根が広がっていかないですよね、きっと。そこでピンセットの横部分でこすってほぐしています。土が硬くなりすぎてお水も染みてなかったようで土が乾いています。それで必要以上に土が落ちてしまいましたけど、苗がバラバラにならずに済んだので良かったです。一株目の置き場所はベランダの直射が少ないところ。冬はそれなりに成長が見られますが、夏の蒸し暑さや直射には弱い印象です。この子も他の子同様、もう少ししたらベランダへ移動します。トランスバールです。お店で初めて見ました。葉が重なり合ってロゼット状になるクラスラで、調べた時の写真ではもっとかっちりしたフォルムです。この株は少し徒長して間延びした感じかもしれません。夏の蒸れや直射には弱いみたいです。本来の姿に戻すには今年時間が足りないかもですね。そうなるとカットして刺し直した方がいいのかなと考えます。鉢からはみ出すようにもりもりなレモータ、お店で見た時からこんな感じになっているのを買いました。これはさっきまでの4号鉢では少し手狭なので、セリアのこれも4号鉢みたいですけど、見た感じ心持ち大きそうなのでここへ植えます。1センチほど大きいようです。レモータもポット苗作りでカットしています。なのにまだこの大きさ、お店で売られている大きさではないですよね。入荷してからさらに成長を遂げたという感じでしょうか。去年2度目の訪問、ハニービーさんで買った苗です。まだまだ鉢が小さめです。植え替える段階からすでに鉢からはみ出しているときは土の隙間が見えづらいので厄介ですね。指で苗を持ち上げるようにして丁寧に入れていきます。レモータも以前育てたことがあります。冬には赤く紅葉してとても可愛い多肉なんですけど、サビ病を発症して全滅してしまいました。あの頃よりクラスラーの経験が失敗も含めある分、今回は頑張ってお世話したいと思っています。これで予定していた鉢は最後ですけど、ついでにと言ってはあれですが、去年購入してすぐに植え替えしていた茜の塔、この子も一緒に植え替えようと思います。
購入して植え替えてちょうど1年経ったところです。鉢底穴を指で押してるんですが、すごく硬いです。思ったより根が張っていました。今回植え替えようと思ったのは、葉の色が悪くて小さいので根がちゃんと機能していないのかなと思ったんです。張りすぎてパンパンだったんですね。これで周りに余裕ができて少しは改善してくれるといいな。土の位置が低すぎるので追加しています。これくらいかな。茜の塔は干し系多肉と一緒に置いています。午前中は直射日光が、午後からは涙越しの光が注ぐベランダです。次の冬は元気な葉の紅葉が見られるように見守ります。今回の動画はセダムとクラスラーの植え替え動画でした。初めて育てる種はまだ実験段階ですけど、少しでも参考になることがあれば幸いです。この後すぐに水やりして、今しばらくは庭で管理していこうと思っています。さて次回の動画はグリーンネックレス。長く伸びた枝を切ってしまおうと思っています。その後は、次回の動画もお楽しみに。今日もここまで見てくださった皆さん、どうもありがとうございました。いい絵でした。次の動画まで、バイバイ。今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。